お仕事頑張天気。はい、明日は月曜日、仕事頑張るあなたにカノンが全力で応援します。今日は朝の通勤に向けてのお天気です。明日の全国の天気ですが、雨のピーク、九州は朝にはピーク収まりそうです。晴れそうですよ。心配なのはですね、中国四国エリアです。こちらは朝からザーザー降りの雨となりそうです。そしてですね、関東ですね、関東東北の太平洋側、こちらはね、朝からポツポツ雨が降りそうでして、風も強い予想なんですね。ということで、明日朝通勤する方、この時間に出かけるのがおすすめですよ。はい、というわけで、九州の方は通常通りの時間の行動でバッチリです。ただ中国や四国エリアの方は再早起きでお願いします。そして近畿の方、朝は大丈夫そうですよ。近畿や東海、そして北陸エリア、通常通りに起きて大丈夫です。ゆっくり休んでくださいね。そして関東から東北、北海道、こちらはですね、パラパラ雨なんですが、風は強めです。ちょっとだけ早起きしてくださいね。早起きもして頑張って天気恐縮です